A200 系電気機関車は、日本貨物鉄道が2001年から製造した直流電気機関車である。中央本線、篠ノ井線、上越線などの勾配線区で使用されてきた EF64 型基本番台の取り替え及び同形式の重連運転解消を目的として開発された。粘着性能と牽引力を確保するため、A500 型と同じに車体連結の8軸駆動とされ、これまで EF64 型を重連としていた運用に短期で充当できる。愛称は一般公募によりエコパワー、ブルーサンダーと命名された。外観は車体前面が25度傾斜した直線基調のデザインで、外部塗色は濃淡ブルー灰色、運転室側扉はからし色である。制御装置はイベット素子を使用した3レベル VVVF インバータ制御装置を搭載し、A500 型で実績のある高速トルク制御や、1台のインバータで1台の主電動機を個別に制御する 1C1M 方式を採用した。これにより 25mm 勾配上で1100トンの引き出しが可能である。補助電源装置異常時には主回路インバータの1基を CVC 回制御することでバックアップとしている。1時間定格出力 565kW の FMT4 カゴ形3小誘導電動機を吊り掛け式で8基搭載し、機関車全体で 4520kW の1時間定格出力を確保しているが、本形式は短時間最大定格出力を 5120kW と設定することで EF64 型の10連相当の性能を確保している。台車には軸両式軸箱支持機構を備えた FD7K 空気バネ式ボルスタレス台車を搭載する。これはEF210 型などで採用実績のあるもので、台車軸距が 2500mm、車輪径が 1120mm となっている。1エンド側から FD7J、FD7K、FD7 リットル、FD7M となっている。制動方式は自社に電気指令式空気ブレーキを採用しており、併用して発電ブレーキを停止とそもそも速の際に使用する。編成に対しては自動空気ブレーキを採用し、電磁指令装置も装備する。補気類や軽気類の電源を供給する補助電源装置は1エンド側車体に静止系インバータを1基搭載する。イベット素子を使用した3レベル電圧型 PWM インバータを CVC 回制御し、219馬の容量を持つ。側面にブルーサンダーロゴのない901号機2001年に東芝府中事業所で落成し、高崎機関区に申請配置された。各種試験に供され、2002年10月より、中央本線、篠ノ井線で営業運転を開始した。正面窓にセンターピラーがあり、サイドピラーは幅広のものが設けられている。車体側面向かって、右側に JRF ロゴが描かれ、愛称ロゴはない。側面のナンバー表示は、各車体の中央寄りにある。パンタグラフはシングルアーム式の FPS-4 型で関節部を車単速に向けて設置される。2018年に第2全県に入り、同年9月14日に大宮車両所を出場したが、側面の JRF ロゴが消された。2003年3月から2011年にかけて製造された量産機である。正面窓のセンターピラーがなくなり、サイドピラーの幅が細くなっている。運転室内機器の配置が見直され、機器室内の主送風機は低騒音のものに変更された。また、連結機の開放テコにカバーが追加設置されている。車体は窓配置等の変更はないが、車体側面向かって右側にブルーサンダーの愛称ロゴが、左側にJRF ロゴが描かれる。側面のナンバー表示は、向かって右側のものが助手席側操舵に移された。パンタグラフは、シングルアーム式の FPS-4A 型で、空気上昇式に変更され、関節部を車単速に向けて設置される。量産機は、勾配対策の問題が判明し、2004年3月落成の5号機で、製造が一時中断されたが、CPU 変更、砂箱増設等の対策が施され、同年12月に製造が再開されている。本形式は、前期が高崎機関区に配置され、塩尻機関区篠ノ井派出の EF64 型従連運用を順次置き換え、2008年3月ダイヤ改正で全列車の置換えが完了した。さらに2012年3月改正では、中央東線での運用が本形式に統一された。中央東線、篠ノ井線及び信濃鉄道線内で、石油専用貨物列車を中心に運用されるほか、高崎機関区への入出区に際して、倉賀野駅、川崎貨物駅、根岸駅、岡部駅などの運用もある。2000年代に入ってから設定が増加している、多機線系タンク車で組成された最高速度時速 95km の高速石油列車への充当も多い。2009年3月14日のダイヤ改正より、上越線へ運用を拡大し、高崎機関区の EF64 型1000番台に、代わって一部貨物列車の仕業を受け持つようになった。また2010年3月のダイヤ改正より、上越線の運用は本形式のみの運用となった。上越線運用では、高崎操車場での機関車交換を行わず、本形式が、隅田川駅、東京貨物ターミナル駅、南長岡駅、新潟貨物ターミナル駅間を直通する運用がある。製作実績は2006年度から2009年度まで、毎年度3両、2010年度は2両が製作された。2013年4月現在、試作機のほか量産機が24号機まで製造されている。ありがとうございます。